extra name. キコーナチャンネルをご覧の皆様、シーサです。ヒレイマンです。さあヒレイマンさん、はい、今日はですね、キコーナ加古川店さんやってきました。イエーイ、イエーイ。かなり珍しいのは、いつもあのこのキコーナチャンネルの収録って閉店後とか天休日にやってるんですけど、なんと今回営業中のホールにお邪魔してということで、一般のお客様いらっしゃる中でバトルでございます。金入れられる、金入れられますよ。やっぱこれ入れんとね、やる気もなかなか出らんでしょう、うんうん。でそしてこのチョイスインデックスは、だいたいトミーさんが邪魔をするか応援するかみたいな企画になってるんですが、はい、今回なんとトミーさんお休みと。そんな2回目でですか。そう、まだ2回目なのにすいません今日来れませんという連絡がありましたんで、今日トミーさん不在の中でもう1対1のバトルをやっていきたいと思います。はい、で簡単に企画をおさらいしておくと、どっちが勝つかを視聴者の皆さんに予想してもらいます。うん、で僕が勝つと予想された方が当たった時は、天岐阜5000円分を1名様にプレゼント。で平山さんが勝つと予想して当てられた方には、天岐阜1000円分を5名様、うん、なので総金額は一緒なんだけど、こう分配か1人で総取りかみたいなプレゼント方式になります。確率がいいか、うん、もういっぱい欲しいかみたいな感じですね。そうですね、はい。なのでぜひね、あの概要欄の方に、ご応募方法書いておりますので、そちらもチェックしてみてください。でね、うん、この企画何が難しいって、2時間バトルなんですよ。短い。2時間、だから台選びすごい重要じゃないですか。はい、で僕は抽選が平山さんより遅かったんで、パチンコ行こうかスロット行こうかはもう平山さんがどこ行くかで決めようと思って、そこに合わせようと思ったんですよ。どんだけ考えてるんですか。朝一機種もう待ちましたよ。パチンコ行くんかな、スロット行くんかなって。最初こうパチンココーナー結構見られてたんで、あパチンコなんだと思ったら、スロット1回行ったと思ったらまたパチンコに戻って、結局抑えた台がエヴァ。見た意味あるっていうね。いや、海とマクロスとバカボンが結構良さそうだなと思ったんですよ。はい、でもちょっと打ちたい台に勝てなかった。打ちたい台に勝てなかった。しかも言うタイム届かないのに。2時間でミドル行ったんで、うん、マジかと思ったんですけど。そうですよね。でもまあ好きな台で楽しんだ方がね。で、はい、でも当てればその分短時間で勝負ついちゃいますんで。そうで、誰も ST なんで。あ、そうですよね、はい、一発当てれば、はい、ということで僕もですね ST タイプ選びまして、おきうみ5の桜バージョン、これはあの新台で、うん、導入されたばっかりで、でスペックはミドルスペック319の方を選んでるんで、ちょっとね初当たり重たくなるかもしれないですけど、どちらも当てさえすれば連チャンのチャンスということで、面白いバトルになればいいなと思います。はい、はい、というわけで今回あのどちらが勝つか予想して、皆さんぜひご応募してみてください。そして今日はですね、キコーナ加古川店さんお邪魔してますけど、ちょっとまあお知らせといいますかですね、はい、12月がここキコーナ加古川店さんの誕生の月になるんですよ。で12月17日にねグランドオープンしたお店なんで、ぜひね12月はこのキコーナ加古川店さん、皆さんぜひ要チェックしてみてください。さあというわけで、もう台の方も押さえてセットも完了してますので、はい、実戦の方行きましょうか。よろしくお願いします。行きましょうかね。まあ正直2時間なんで、先に当てた方が勝つまでありますよ。でまあ演出はほぼおきうみ5で、桜バージョンということで、まあ ST タイプ、とりあえずどの図柄でも当てれば70回の ST がもらえます。でまあ319の70回の ST と、で ST 中の確率が43分の1になるので、まあ継続率は高めですね。約 80% って言われてます。ただおきうみ5と違うのが、ラウンドの振り分けが3ラウンド、6ラウンド、10ラウンドで、10ラウンドは 34% で、3と6が33なんで、まあ大体こう3分の1ずつに振り分けられていると。 ST に入ればその大当たりの振り分けでもだいぶ出玉が変わってきますよっていう台ですね。ただオープニングでも言った通り、当てれば ST 確変状態なんで、そこが熱いですよね。打ちます。いやまたエヴァは別に状況いいわけじゃないのにチョイスしてしまった。しかも U タイムも遠いのに好きなんだもん。いや私本当に好きなんですよエヴァが。エヴァしか打ってないんじゃないかみたいな。
さあもう何もなく魚群も見れず、決して暑いと言えるほどのリーチもなく、1万円を使い切ろうとしてます。まずいな、当たりが軽い台に動くか、それとももう当たりがないかもしれないリスクを持って打ち続けるか。あ、そうだ、一回平山さん見に行こう。あちらが当てて出玉を作ってれば対抗しないといけないのでミドル続行で行きますけど、あっちも当たりゼロだったらちょっとその動画的にかなりしょぼい内容になってしまってるんで、ちょっと一回状況を見てきます。あっちのなんか時間の割に回転数回ってなくないですか。2台目、あ、移動しました、うん、当たりゼロか。なんかさすがに2人で当たりゼロだったらまずいなと思って。まだ当たってないんですか。まだ当たってない。1時間打ってどっちも当たりゼロだったらライト行こうかなと思ってたんですよね。あ、そうなんですね。打つでしょまだ、はい、下手したら当たりゼロで終わるでしょ。あ、下手したら当たりゼロやめてくれ、何も出てないそっか、よし、じゃあちょっとこっちは当たりを取りに行こう。多分当てれば勝ちますもんね。僕が当てれば勝てると思います、ね、これ ST 何回転ですか。100回転で100回転、まあ、80%ぐらい、継続率は、ね、分かりました。じゃあ頑張ってください。まだ打ちますよね。まだ打ちます。うん、分かりました。ゲンさんライトいきます。99分の1、これが1万500円目。まあ平山さんの状況を見て続行するか移動するか決めようと思ったんですが、お互い当たりゼロでミドルを打ち続けると、この分割配信の前半戦が当たりなしで折り返すことになるかもしれないんで、まあ、せめて当たりの絵を残しておこうというのと、まあ、残り1時間ちょっと平山さん当たりなしで終わる可能性があるんで、当てちゃえば勝つんで、この何もなさで番組成り立つかな、もう心配になってきた。私もライトに移動した方がいいのかな。でも私このエヴァが好きな人って M だと思うんですよね私はあの自覚してるんですけどすごいド M なんですよ。こう何もないし負けるじゃないですか。それがねたまんないんですよね。多分負けたくて打ってるわけじゃないんだけど、なんかもう何も来ねえで悔しいだろって言われてるみたいでたまんないんですよね。俺は何にも起きないんだぜ、お前が動かさないと俺は何もしないぜみたいな、たまんないですよねなんかハマる間も何にもないから M の人はにしか耐えられないと思うんで、 M 仕様なんですよね。このエヴァはド M 専用機です。使えなかったら使わなくていいんですけど、あの男性の無性ってあるじゃないですか。あ、待って、ちょっとこんなこと言ってる時にちょっといいのが来てしまったあー6点か、これ当たらんな。いやもう当たらないでくれ、むしろ使えるか分かんない話しようとしてでね、無声ってあるじゃないですか。私は分からないんですけどどんな感じか。私あの結構レスなわけですよ、もう子供もいてね。あれね、女もするんですよ。私だけかもしれないけど私その男性と女性だけどんな、私それが何なのかっていうのはよく分かってないんですけど、あのするんですよびっくりしますよ、えみたいな。寝てたらですよ。だからあのこれを見てる殿方はあの奥さんのことをちゃんと抱いてあげてください。女も無性みたいなのしますから気をつけてください結構びっくりしますよ。しかもあの不思議なのがそういう夢を見てないんですよ全然。なんかわかんない、突然なんか半分起きてるぐらいの状態の時に突然もちろん何もしてないんですよ、寝てるだけなの。本当だから気をつけてくださいレスにはっていう話をしないといけないぐらい何も出ない
お、さあ、カンナステージ来ましたね。ようやくチャンス到来です。ようやくというほどこの台は打ってないけど、ここは、あ、継続がない。継続なしか。ちょっとカンナステージ来た割にはライトバージョンってこんな感じなのかな。激アツ、激アツ、9、激アツ、あ、当たりやん。激アツと9しかない。よし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 、早かった。2000円です、この台での投資。よし、ラッシュ取るぞ。ラッシュ突入率はまあ 50% ですね。いや、やっぱライトバージョンですね、当たりを引くなら。さあ、50% 取れるかな。まあ、平山さんまだ当たってないと思うんで、僕の方がこれで一歩リードになります。よし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 、ライトとはいえ継続率 92% ですからね。うわ、白だ。ラッシュ入ればライトでもかなりの継続には期待が持てます。さあ、バトル告知でいきましょう。ボタン2つだけなんですよね、ライトは。お、はい、ラッシュ突入です。よし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 、まあ出玉、あ、玉で換算すると1万2000円なんで2750か。まあ出せるでしょう。いきます、超限ラッシュ、気持ちいい。いや、これは強烈ですよ、ライトとはいえ。ちょっと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 、あぶな、びっくりした。さあ、あとは9ラウンドをね取れるかどうか。3ラウンドだとかなり出玉少ないんで、この右打ち中の 10% しかないんですよ、9ラウンドが。この 10% を何度か取れたら結構でかい。3連目、ここも3ラウンド。よし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 、マクロ2750、まあ3000ぐらい出せたら OK、 5000出せたらもう御の字。これ前半戦で使われてたらもうどっちが勝つか予想しやすいかもですね。はい、6連目。あら、もう終わっちゃう。まだよ、貯めます、変えます、色を変われ、変われ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 、よっしゃ、当たり。ちょっとヒヤッとしました。復活です。これで8連目ですね。おーい、また連チャンで、それはないわ。変われ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 変わらんかー。うわー、やばい、これはやばい。準備完了だ。最高の位置で。おー、つなげたー。9連目、
助かったー。9ラウンド一発あればだいぶ追いつくけどな、使った分に。あ、9ラウンド取った。まあ、10回目で最初の9ラウンド、ちょうど振り分け 10% なので確率通りにやってまいりました。嬉しい。9ラウンド、これは大移動正解でしたね。おきみバイブ桜バージョンを見切ってのライトへの移動、まあ、当たりを取りに来た結果ですよ。2時間だと本当いろいろ、朝一打つ機種も見切る時間も2機種目打つ機種も相当考えさせられるんで、1日好きなの打っていいよって言われるよりもある意味楽しいかもしれませんね。時間をギュッと凝縮して、まあ、2時間なんでね、当たりなしで終わったとしてもそこまでね、1日打って負けるよりは軽症で済むでしょうし、さあどんどん行きましょう。もうこれね、収支的にも僕はプラス域に入っていきます。プラス域にまくりましたぜ、プラスですぜ。まだいける、まだあった。よし、2回目の9ラウンド。いやー嬉しい。おー、またいった、またいった。ネクスト立て続けに、おー見えてきましたよ、一撃一万発オーバーが見えてきたんだぞ、一撃一万発オーバーが。おーい、そこでまたそうなるか。今度こそここを超えれば一万発です。超えてもらいたい、安心したいよ。ここで色で超えてくれ、頼む、一万発見せてくれなあ。いや、やばい、これはやばい。さすがにちょっと終わりそうだな。一応写真撮っときます。あー終わった、9720。まあでも2000円で初当たり取ってこの出玉なら十分な結果じゃないですかね。よし、ちょっと一回見ていきましょうか。そしてプレッシャーかけに行きましょうか。もちろん多少演技的、ああ風吹いた風吹いた風吹いた、当たりました、中腹に来た、びっくりした。これ4やな、でもこれこれの1回転目なんで大当たり濃厚です。びっくりした、こう急に来るんですよこうやって。何で当たるかな、ダブ10なんでバケリーチ確変がいいな。アスカちゃんなんでこれ5の可能性もありますね。あ、ガシャンですね、これ4で当たりですね。あ、タイマーも赤です、発展も金。おまあ、ちょっと5が良かったけど、まあいいでしょう、また昇格するかもしれんから。とりあえず231回転投資がですね1万6000円です。ボーン、羽生えろ、生えない、4ですね。
45% の方でした。まあいい、当たったからいいです。これで時短です。こっからもう逆転ないんで時短です。まあ初号機の機嫌が良ければ当たった、引き戻せますよ。当たった、当たったけど単発です。今原産ライト打ってきたんですよ。え、めっちゃ出てる。9700出ました。すごい。今どういう状態ですかこれ。今これ時短です。時短、引き戻せば ST 入るっていう。あ、319の状態ですか。そうです。あ、出玉どれんじゃない、これだけ、これえ、これだけ終わってる。ヘボい、やめやめ、もう時短抜けたらやめ。頑張りますよ。楽勝だな、まだ楽勝だな。あと40分ぐらいです。はい、勝ったな。もう安心してライト打ち続けますね。